こんにちは、中西です。今日はバイオリンのレコーディングってどうやってやっているんだろうについての動画になります。それでは早速いきます。これちょっとダサいかなと思うんですけど、一番覚えてないかも。あんまり印象に強く残るタイプではないですよね、うん、弾いた記憶がない。入った音がこれパソコンに入っている。ああ俺喋ったら入っちゃうでしょ。入ります、入ります。息止めとってくくしゃみ出そうなでやばいですね。くしゃみ中にしまう。効果音で入れたいんだよ。こちら目消せるんですか。先生もいや消せないです、ね、さすがにどう。片手が外れました。あ、じゃあ行きましょう。とりあえず。席しとってや。はい、行きます。はい。あ、ごめん。ちょっと待って。コント、ちょっとだんだんコントみたいになってきますよ、本当に。だんだん俺の集中力が長い。そうそうそう。ペットボトルの蓋閉める音も入ってるからですね、うん、聞いてたら。そうそう、あ、本当ですか、うん、すげえ拾うんですよ。どうです。あ、いいです。あ、合ってなくない。これずれてるずれてる。これなあんま歌える自信がまだないんで、鼻歌を歌えないと弾けないんで、鼻歌を最初に歌うんですよ。ドレミミでいい。あんまいきなり間違えた。これさすが昼寝だけやってちょっと寝とったぞ。よし、さっきよりはいいはず。最初からやる。お願いします。あ、ちょっと待って、もう一回いいですか。いや、もう一回いきましょう。最初から。はい、今のはいいですね。ここで見せてたの俺、あの、アクオチするところでした。1番のね、サビどうかなと思ったんだけど、長谷川さん、1番のサビだけとか取り直しとかできるんですか。まあ、今のはいいでしょ。いいです。これが一番大変だったな。でもあの、俺もさっきの状態で録音終わらせると、あそこを何回聞いても後悔の走馬灯が流れてるのが撮り直したかった。中西さんいいって言ってくれたけど、俺はそこは気になるみたいな。